開催、尾長知事の記者会見を始めます。お願いします。はい、開催無数量中央の記者会見をご案内しますところをお話しいただきまして、ありがとうございます。先ほど閣議の前にですね、中央官房長官からも東京の方で発表があったと思いますが、私も方にですね、ずっと昨年当選をして以来、いろんなことがございましたが、特に3月4月頃からですね、とにかく工事を中断をして、そして、ね、話し合いをしてもらいたいというようなことを、いろんな講演とか進行中とかですね、ということで話をしておりました。そういう中で、約1ヶ月ほど前にですね、そういったことを受けながら菅官房長官がですね、中断についてですね、話がございましたので、早速いわゆるそういったものに向けてのですね、8月10日から9月9日までの間を集
集中攻撃艦として、単独的に協議をするということになっております。で、まあ、私としましてもこの第三者委員会の報告含め、その他いろんな攻撃作業のですね、状況などを見ながら、まあ、それを横目で睨みながらですね、私の判断をしていきたいというふうに申し上げてまいりました。まあ、そういう中で、約1ヶ月間停止になりますので、その意味ではこの1ヶ月間はですね、両方とも動かないということになっておりますから、その意味では私たちの方からの第三者委員会の検証を結果報告書を受けての対応というのもですね、これは行わないということになります。それは当然停止をしっかり守られてですね、横目で歩いて睨む必要がないというような状況の中でですね、これはまたそうなると思っておりますので、その点は見送っていきたいというふうに思っております。それからこれからどう動いていくかということでありますが、いずれにいたしましても今入り口に立って 2,3 回でお話をしたことになるわけでありますが、私たちからするとやはり普天間飛行場を広島に移設するということは不可能であるということをですね、改めて申し上げたいわけでありますけれども、その中ではやはり今日までは結論めいた話ばっかりをお互い言い合ってましたが、例えば海兵隊の抑止力の問題とか、あるいは国際情勢の状況とか、あるいはまた歴史的なですね、経緯みたいなものも、そういった裏付けの話もしながらですね、その意味では理解をし合えるようなものがですね、あるかないか、これがですね、これから話し合われると思います。話し合いで解決のですね、糸口が探れる可能性があるのであれば、そのための努力を惜しまないという意味で、この1ヶ月間の集中的な協議になるというふうに思っています。県外会社の日本テレビ佐藤です。今の質問とも若干重なるんですが、この間いろいろな政府との法的行政的なやり取りが立て込んで続いてきて、ここに来て一月の猶予が生まれたことの受け止めというか評価というか、お聞きしたいのと、この期間をどう使うかという部分になるんですが、この一月ではなくて恒久的な中断中止にしていきたいというふうな意向を考えてよろしいでしょうか。行政的な、作業を中止をするということでございます。その意味では政府の方でですね、1ヶ月がありますけれども中断に応じたというようなことからしますとですね、唯一辺野古だというようなことにはですね、そうこだわらないようになってもらいたいというふうには思っております。ですから私たちも主張し、その背景等を話をしながらですね、1ヶ月の中断というものがですね、今日までの状況をいい形で、一歩前進させるのであれば、これは重要な機会になるのではないかなと思います。そういう中で、この1ヶ月間が伸びるか伸びないかなんですが、これは今の時点では1ヶ月ということで区切っておりますので、まだスタートもしておりませんので、そういった中でですね、その先々のことを話すると、また相手がいることでありますので、大変なまた言葉遣いが間違ってはいけませんから、いずれにいたしましても、交渉をですね、決裂をしないというようなことはですね、念頭に置きながらですね、前向きに物事を進めてまいりますが、沖縄県の主張はですね、しっかりと主張していきたいと、このように思っています。はい、その他の記者さんで質問ございますでしょうか。人通信の中です。先ほどですね、解決の糸口を探っていきたいというような話をされてましたが、知事にとっての解決というのは、これは政府が辺野古への移設を断念することというふうに捉えてよろしいんでしょうか。一番ベースはそれになると思いますので、そのベースの中からですね、何かあるのかないのかというようなこと等も含めてですね、いろいろ議論をすると思いますが、これについては全く本日まで話したことがありませんので、どういうことかわかりませんが、沖縄県側からすると、辺野古への建設はですね、不可能というような中からですね、いろんな議論をしていきたいと思います。
知事選挙の RBC の有機王座の彼なんですが、政府との協議を8月10日から始めるということですが、これまで政府と県と の、 その協議の場という意味では例えば移設協議会ですとか、尾木政協の下の作業部会とかあったと思うんですが、今後はどういった会議体というんですか、どういった話し合いの枠組みを想定されているんでしょうか。この話し合いという意味からするとですね、今おっしゃるような今日まで設けているというものの中でという話は出てきておりませんでしたので、これから菅官房長官とですね、私をはじめとする、両国知事ですね、そういったような今までの経緯から言うと、明らかに知事の方でですね、交渉していったわけなんですが、この三役を中心としてまた事務方からは知事公室長がですね、今回も最後の詰めは、まとめてもらいましたので、そういった形で、やるようになると思いますので、いわゆるそのただこれ決めたことではありませんがどうなると思いませんが、イメージ的に言うとそういった新しいやり方でやるのかなというふうに思っていますが、そういうやり方でやりましょうという話で決着がついたわけではありませんので、これから連絡を取り合ってですね、その窓口の中で、早めにですね、第1回の方も解消していきたいなというふうに思います。朝日新聞の志水といいます。ここに至る経緯をですね、先ほど少しお話になったと思うんですが、 もう少しちょっと詳しく、いつ頃どういう場でこういうお話がで始まって今日に至ったかというのを少し補足で説明していただいてもよろしいでしょうか。これは決してその中で、今日という日が決まったわけではないんですが、上田区知事が今カナダに行ってて今日満開というと思うんですけれども、いずれにしろもうまた補足できるものがあればとか補足したいと思いますが、私と小倉崎区知事、上田区知事3名で相談をしながらですね、約1ヶ月ほど前から、官房長官などにですね、そういった基本的なことを申し上げ、それで政府が応じるという中にですね、今日発表したようなものをどうやって盛り込んでいくかというようなことで、詰めてきましたので、今日も、こういう話ができるようになったわけです。でそれでまたもう一回繰り返しますが、7月31日の官邸を訪ねるときにですね、やはりちょっと微調整がありましたので、それを調整をして、発表という日が迎えられたわけで、その間のやり取りは普通に言えば、今日今回出てきているようなものをですね、これはどうでしょうか、あれはどうでしょうかみたいなものをそれぞれが言い合いをしながらですね、こういうふうにまとめていくというふうに思っていただきたいと思います。NHK の島田です。関連で知事冒頭で約1ヶ月ほど前に官房長官から中断の話があったということなんですが、そういった理解でよろしいでしょうか。あくまでも約ということでやってくださいね。例えば25日前とか31日前とかということでは今申し上げられますので、約1ヶ月という意味では間違いありません。今回こういった辺野古の作業を中止して話し合いの場を設ける、一方で県が求めていた立ち入り調査を実施することになったということについて、知事としてはこの普天間基地の移設問題に向けて解決に向けて前進したというふうにお考えなのかどうか、どのように評価されているんでしょうか。12月に去年の12月当選をしまして、約3ヶ月間のこと終わりができませんので、それから4月5月で、官房長官総理防衛大臣という形でお話をする中でですね、こういったような内容で合意を出したというのは、沖縄県側のですね、思いも伝わったのかなという感じはいたしております。ただこれは1ヶ月間集中的に協議をするということで、お互いこれからが日本に主張していたこともですね、裏付けの話をし、それをそれぞれが理解してくれるかどうかというのがですね、私2、3週間前にシビアなものがこれから行われるでしょうというような話もさせてもらいましたけれども、まさしくそういう意味から合わせてはそういうことになると思いますので、ただこういうふうに対話の道が開けて、それから私たちからすると法事がストップしたということはですね、前進だというふうには思っています。はい、沖縄タイムスの吉田と申します。この集中協議期間中にですね、政府が従来の辺野古唯一という方針を説明するだけだと、
前進にならないような気もするんですが、知事としては例えば県外移設とかですね、今の辺野古に代わる新しい案が提案されることを期待しているというふうに理解していいでしょうか。可能性は別として、私たちが主張しているのは県外移設でありますので、そうあってほしいという願いはあるんですけども、それを入れる可能性としてですね、捉えることにすべて話をしようと思いますので、いずれにしろ辺野古が作ってもらいたくないということにですね、つながるような話であれば、話し合いをですね、させていただきたいと。そしてベースは当然のことから県外移設であるというようなこととですね、いろいろご議論したいと思います。東京新報の荒垣です。知事、最初におっしゃったようにですね、水面下ということが使われましたけれども、やはりこれまで見えないところで、協議が行われてきたという印象は拭えないと思います。でさらに今後、概算要求とかですね、県側から知事の状況が予定されてますけれども、要望要請を控えた中ということもあってですね、そういう見方がさらにされる部分もあるかと思うんですけれども、それに対してはどのようにご説明されますでしょうか。はい、私とすれば、この間ですね、ある意味で私の方で対応しなかったのは、今おっしゃったような密室であったり、不透明だったりしたらいかんというようなことも、やっぱりトップはしっかり守ってなくていかんというのもありましたので、両国と相談をしながら、窓口を作ってですね、いずれにしろ、この議論はしなきゃいけませんので、そういった中で進めてきたと思ってますので、で最後の詰めの方で、私の方でですね、出ていって、官房長官の方に出したというようなことでですね、これは、いわゆるこうした形で発表できるようなことも含めてですね、今日までの流れは、そういう形で、やった方が、前が物事が前に進むのではないかという方から見てるんですね、前に進むのではないかというようなことでは良、かったのかなというふうには思っています。はい、他にございますでしょうか。確認なんですが、直接官房長官はその辺野古は唯一という政府の方針を、元にですね、政府の考えを伝えたいと、その中で他のその他の負担軽減策などについても、話していきたいということをおっしゃってたんですが、知事としてはそのどういった条件が出てきても辺野古移設反対という、ベースとですね、県外移設を求めるというベースに変わりはないというベースです。はい、私どもはそういうことを主張してまいりました。で辺野古唯一という以外にもですね、政府側が考えている道端体制というようなものについても変わりはあろうかと思うんですね。辺野古の場合にはそれを踏み立ててしまったら全てが、ダメになるというふうに私たちは思っていますから、いずれにしろそういったことをお互い主張しながら集中的に議論をして、打開策がですね、出てくるかどうかというのはこれもやってみなきゃ分からない話になりますけれども、せっかく特別で使われましたので、いい形でですね、物事を進めばいいと、そしてそういう意味では、こちらもですね、全力を挙げてですね、議論をしていきたいというふうに思っています。じゃあ最後に2問程度ということでお願いいたします。じゃあ日経さん。日経新聞の藤田と言います。国政の方を見ますと、これから安倍政権安保法案の審議もありますし、原発の再稼働とか重要課題を抱えている中で、沖縄との対立を回避したいという狙いもあると思うんですけど、ある意味でちょっとこう冷却期間を置く、材料にされているんじゃないかという見方もあると思うんですけど、その辺の知事の受け止めはどうか考えていらっしゃいますか。はい、いずれにしても政府が応じる、沖縄県が応じるというのはですね、私も今日まで、例えば対話がないときにはですね、大変かたくなで、その政治的にはどうだろうかというふうに言われましたし、それからどこそこで終わりをしますとですね、密室で何か裏でやってるんじゃないかとか言われるわけで、どっちにしてもプラスマイナスの両方からものを見ることができます。ですから今おっしゃるようなものは、いわゆる政府がどういうふうに考えているかわかりませんけれども、逆で言うとですね、やっぱり中断する重みというのは大きいと思いますので、こうい
心でいられないと思いますので、こういったことも踏まえた上で、この議論が進んでいけばありがたいなというふうに思っています、はい、最後の一問です。じゃあ、たびたびすいません、沖縄タイムズの吉田です。集中協議の第1回の話し合いなんですけど、これは知事と長官がされることになるのか、いつ頃になりそうかという、今のところの目処はありますでしょうか。まあ、今いわゆるその官房長官のですね、漏れ聞いていることなので、確認はまだしてませんけれども、まあ、知事をはじめとする両国に含めですね、交渉したいというような話をされたというふうに聞いていますので、やはり今まで通りですね、三役で、官房長官とは対応するのかなと、あるいはまた、そういった間に、自分方が、入るものがあるのかどうか、この辺はやっぱりスタートしなければ分かりませんので、いずれにしろ私としましてもですね、こういうふうにも公になっていますので、公になったときには、これから以降の2人に会談があるとすれば、そのことについてですね、率直にですね、意見を交わされているというふうに思っていただけるものだと思っていますので、いずれにしろ、こういうことも含めて、これから進めていかないといけない作業というふうにあると思っています。すいません、今朝、校舎に与党の皆さんお集めになったと思うんですが、会派代表じゃなくて全員ですね、集めると、まあ、あまりこれまでなかったことだと思いますけども、なぜそのような対応をされたのかと、どのような話をされたのかということをお願いします。はい、与党の皆さん方にはですね、菅官房長官の会談が終わった後、それがしっかりと、私どもの合意内容とですね、間違いがない中でですね、このような形で私の方も記者会見をしますので、与党の議員の皆さん方にはですね、その内容等で、間違いなくやるであろうと、ただそれは官房長官のですね、その記者会見の内容等を確認してから、重要なことをお話をさせてもらいました。じゃあ最後です。すいません、政府側との集中協議なんですけれども、知事、今週明日以降に状況を予定されていると思いますが、早ければ今週中に東京で開催されることがあるのか、あるいは来週以降になるんでしょうか。この辺もですね、向こうの例えば7月31日にお会いするのも参議院の集中審議があるということで、なかなか時間が発揮しない中でですね、ことがありました。ですからこれから6、7という形で、総理が何かお会いできるというふうに聞いていますけれども、その中で、まず、とりあえず1回の時間が取れるかどうかというようなものを、これからおそらく総理になるんじゃないかなというふうに思います。すみません、もう一点、立ち入り調査ですけれども、立ち入り調査についてですが、政府側との間では今後どういった形で調査をするといったことは、流れはどうなるんでしょうか。僕らの方ですか。はい、5ヶ月ほど前からですね、立ち入り調査をさせてくれということで、もうシミュレーションはちょっと描いてきておりますので、そういった一定程度の期間というものが与えられたんですね、順から聞きましたらできますと言ってますので、当然台風なんか来たら別ですけれども、普通の状況でありましたらですね、全部対応できるということですから、それは可能だというふうに思います。はい、ありがとうございます。記者会見終わります。はい、